はい、どうも YouTube の皆さん、はじめまして。私、ゆうぽんと申します。もしかしたら知ってる方もいるんじゃないでしょうか。私、TikTok で、活動させて、TikTok をやらせてもらっていて、現在、この動画を撮ってる時点で、今、フォロワーさんが6700人ぐらいいるんですが、ちょっと YouTube もね、やってみたいなっていうことが、気持ちがあって、ちょっと、試しにやってみようかなと思って現在動画を撮っております。ではですね、早速まず1本目の動画なので、今日はまずはね、知らない方もいると思いますし、自分のねことも詳しく知らないっていう、 TikTok は見てるけど自分のことを詳しく知らないって方もいると思うので、今日は自己紹介の動画にしていこうと思います。では早速いってみよう。野球歴といたしましては、自分は小学校中学校は、どこかに所属して野球をするということがなかったんですね、自分。それなぜかというと、自分小学校5年生の頃からその演劇をやらせてもらってて、それでなかなかスポーツをできなかったっていうのもありますし、あと自分はちょっと目の障害が、今目に生まれつき障害を持っていまして、それで夜の、特に少年野球とかは平日とか夜に練習があるので、やっぱそれにね、安全を保障できないという理由から入れさせてもらえなかったっていうのがまず1個で、中学に入ったらもうその頃はもう本格的に演劇を、本格的っていうことでもないんですけど、ちょっと演劇をねちょっとやってて、部活をやる時間がなかなか取れなかったので、じゃあちょっと諦めるしかないなってなって、中学校もできず、昼休みとかにね、おもちゃというか、プラスチックバットとか持って、昼休みに野球っぽい子たちと野球の遊びをちょっとしてたんですけど、やっぱそんぐらいでしたね。で、高校になって、演劇も続けるんですけど、ちょっと一度はね、その野球部っていうのを体感してみたいなっていうのがあって、野球部に入らせてもらって、なので一応高校から野球を始めたっていうことになりますね。高校は硬式をやっておりました。現在はね、引退してるんですけど、高校は硬式で野球やっていまして、ポジションはセカンドでしたね。1年の夏、目が悪いっていうのもあったんで、その1年の夏、当時の3年生が、引退するまではノックに入れず、で引退してちょっとしてからかな、夏休みの終わりぐらいから一応サードで、最初はサードでノックを受けさせてもらって、サードを守らせていただいて、それでもね、なかなか実はほとんど試合出ることもなく、で2年の夏ぐらいからかな、ちょくちょく練習試合で始めて、ほぼ代打みたいな感じなんですけど、ちょくちょく練習試合で始めて、そんなに結果は残せず、全然結果残せず、そのままって感じでしたね。でその 2年の夏からセカンドにポジションも変わってでやってたんですけど、そんなうまくいかここから始めてたんで、そんなうまくもいかず、結局は全然ね、足元にも及ばず、最後はね、コロナ期間だったってのもあって、背番号をもらえて、一応ベンチ入りをさせてもらったんですけど、それも言ったらご褒美じゃないけど、そういう感じだったので、実質は本当にベンチ入りすらできないような実力なんで、でもそこで得られたものは大きいなって今思いますね。そしてですね、今は何をしてるかと言いますと、受験もあるんですけど、この前ね、1日だけ体験という形で草野球行かせてもらって、実際セカンド守らせていただいて、打席も3回ほどだったんですけど、バッティングは苦手なんでね、そんなうまくいくわけもなく、3打席経って、2-0、1四球、1フォアボールって感じでしたね。でもセカンドではファンブルはしたけど、てかセカンド、草野球のセカンドってね、あんまりそんなレベル高いとこ以外の、レベル高い草野球以外は基本的にあんまりそんなセカンド打球飛んでこないんで、あれなんですけど、
まあ、もっとね守備もね上手くなってやっていけたらなと思います。はい、というわけで、まあ今日はね簡単な自己紹介の動画でした。まあ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 これからね、まあ、ちょっと壁当ての風景 TikTok はね今毎日投稿現在してるんですけど、それもね引き続けながらちょくちょく YouTube をやっていけたらなと思います。今後ね、では今日の動画は以上になります。チャンネル登録いいねお願いいたします。で、ね、またアラームじゃない通知をオンにして次回の動画をお待ちください。ではそれではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。